すする TV ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日は朝一から埼玉秩父方面に遠征してきますということで、こちらです。ドン。東武東上線八幡駅から徒歩8分くらいのところにあります麺どころ青野さんにお邪魔してます。こちら青野さんは2019年オープンで今年で2年目を迎えたお店で、八幡の本店以外にも道の駅秩父にもキッチンカーで店舗がありまして、朝からやっているとのことなので、今回は朝ラーを決めて本店の方に行きたいと思います。朝一から電車乗ってちょっと遠いところに遠征するので、もういつだってワクワクしちゃうぞということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。おはようございます、ラーメン好きの朝は早いということでね、現在の時刻が6時半ぐらい、朝ですよ。朝の6時半ぐらいに、池袋駅にね集合になってるんですけど、まあ、これからちょっとね電車に乗って、まあ、軽く遠征みたいな感じでラーメンすすりに行きたいと思います。マジで眠い。早速西武池袋線乗っていきましょう。夏の朝にキャッチボールを、そんな歌もありますが、すするは夏の朝にラーメンをすすります。特急列車に揺られて約1、2時間程度。本当なら車内でアイスとしゃれ込みたいところですが、ここは我慢。お店といってもまず最初に向かうのは道の駅です。というわけで特急乗ってはるばる秩父駅まで来ました。ここからラーメン屋さん向かいます。めっちゃなんか木のいい匂いするな、駅は。さあ本店に行く前にね、実はあの道の駅秩父の中にあのキッチンカーで麺どころ青野さんやってるらしくて、それがこちらなんですよ。ドン。いやなんかキッチンカーのラーメンってめっちゃ久しぶり。なんか秩父来るのとかほんと子供の時以来なんで、しかも夏の秩父ってめっちゃいい。なんか夏休みに秩父行ったわ、子供の頃。なんかそれをちょっと思い出すような感じで、キッチンカーでちょっと一回ラーメンしてこようと思います。さあ麺どころ青の秩父道の駅店さん、食券制です。今回は限定 B の昆布水ラーメンをプッシュしました。道の駅限定のラーメンやフローズンもあり、 T シャツも売っていて、まるでフェスに来たみたい。ここでも並んだりするんですか？並びはしないけど、ここに2、3人並ぶくらい。常に2、3人いるみたいな。あとテイクアウトがあるから。あ、そうなんですね。そう、今の時代はテイクアウトできる方がいいと思うし、うん、テイクアウトをしてすぐその場で食べるよっていう人もいるんだけど、はい、あと車で2、30分かかるっていう人もいて、うん、そうすると麺とスープを別にして、うん、具材と麺を別で、はい、スープを別で分けて、持って帰ってもらってお家で食べるとかっていう人もいるし、2、3時間かかるっていう人は、はい、もう麺をそのまま持って帰ってもらって、もう生麺で茹でるみたいな。なるほどなるほど、そのパターンもあるんです。そう、何分茹でてくださいっていうのを書いて渡したりする人もいる。さあ、というわけで初めての昆布水ラーメン、冷やし昆布水ラーメン、わさび付きだな、美味しそう。いただきます。いいっすね、なんかこんな感じで外でねラーメンをいただくっていうのも久しぶりだな。いただきます。うん、まっ。うん、めっちゃ昆布の味する。うまい、うまいっす。めっちゃすげえ昆布の味する。うん、飲めるなこれ、マジで飲めるラーメン。麺もね昆布水まとってめちゃくちゃいい感じに、なんかぬるぬるになってる。すぞー。うん、うまっ。やっぱちゃんと氷水で締めてるからめっちゃコシある。うんうん、チャーシューもしっかり低温調理のいいやつ。うん、スモーキーな風味がある。めっちゃスモーキーな風味ある。まあ途中からねちょっとわさびも溶かしつつ味変でいきましょうか。うん、わさびの清涼感めっちゃいいな、これ。昆布ついてめっちゃ合う。ドゥルンドゥルンですよ、ほんとに。外で冷やしラーメン食うのめっちゃいいね。うん、
やもうすするっていうよりも飲めるラーメンでした。うまかった。こちらへ。まずは道の駅の青野さんで美味しい冷やしラーメンをすすって大満足。そこからまた車に乗って麺どころ青野さんの店舗に向かいます。夏の大自然に囲まれた最高のロケーションの中、行列の先頭、通称ポールポジション、略して PP をゲットしたぞさあ麺どころ青野さん、食券です。今回は味玉醤油ラーメンをプッシュしました。古民家のような外観、そして店内にはお座敷があって雰囲気がめっちゃいい。地方のラーメン屋さんってこういうところも楽しめるから好きなんですよね。いただきます。お待たせしました。お願いします。ありがとうございます。美味しそう。こちらが麺どころ青野さんの味玉醤油ラーメンです。ねほー、これぞうまい醤油ラーメンといった堂々たるビジュアルで、トッピングの盛り付けも美しい。もう2杯目とか関係なくお腹が空いてきたぞってことで、いただきます。ではまず武士の香り漂うスープから。むはーん、鶏と魚介がベースとなっており、旨味や風味は魚介が前に出ていて、ほんのり甘みのある醤油ダレのコク深さもある美味しいスープ。それ以外にも乾物系の旨味、そして貝の旨味もビシッと効いているなど、いろいろありますがバランスよくまとまっています。さてお次に麺をリフトして、はい、すする2段全粒粉が練り込まれた中細ストレート麺で、ツルツルとした表面がすすり心地の良さとスープを運んでくれる。ツルツルとした表面がすすり心地の良さありつつスープを運んでくれる。噛めばもちっとした食感で、麺の風味も程よくスープの旨味とさよう。麺噛めば美味しさ広がり夢気分、そんな一句も飛び出しちゃいます。さあ今度はチャーシューをパクリ。まず最初に食べたのは低温調理チャーシューで、閉じ込められた肉の旨味が噛むと溢れる美味しいチャーシュー。そしてお次はバラチャーシュー。こちらはプルプルと柔らかく、肉汁や油の旨味がじゅんわりじゅんじゅん。チャーシューを増さなくても3枚入っているところも嬉しいポイントです。てな感じでスープに浸した青菜やメンマなども抜かりなく、どれもこれもハイクオリティで、数値にするとおよそ 1.21GW。 そりゃさっきからすすりが止まらないわけですよ。またまたバラチャーシューのとろけるうまさに舌鼓を打って、ラストに登場するのはやはり味玉。絶妙な塩加減と半熟な黄身のマイルドなコク、最後まで青野さんの実力の高さに感動していると、本日も完食です。大変美味しくすすれました。皆さんもぜひ道の駅から店舗へのはしごをやってみてください。最高ですよ。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、青野さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。道の駅で朝ラーしてからの本店ということで、非常に楽しいラー活になりました。本店の方は店内古民家のような雰囲気が漂っていて、お座敷もあり、広々とした綺麗な店内でした。家族連れでも行きやすいお店だと思いますね。ラーメンの方もしっかりと美味しくて、雰囲気も相まってとてもいいお店だなと思いました。スープは一口飲むとほんのり甘みがあり、魚介や武士系の旨味もしっかりと効いた正統派な醤油ラーメンでしたね。魚介の中でも特に貝の旨味が効いていて、すする好みでした。醤油ダレのキレ、コクもバッチリでしたね。店内の雰囲気よく、ラーメンのメニューもいろんな種類があって、とてもいいお店でしたね。今度は札幌仕様だという味噌ラーメンの方もいただきたいなと思いました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、麺どころ青野さん、埼玉のブルーレジェンドや、うまかった。どうもチャルゾーです。ノビーです。編集後期、はい、本日のお店は麺どころ青野さん。青野さん、はい、今回はね、朝一でキッチンカーの方に行って、うん、その後店舗の方に行って2連食というね。なるほど。そう、しかも外でね、冷たい昆布水のこのキッチンカー限定のやつ、外からいいね。めちゃくちゃいいよ。なんかセミの鳴いてる中、うん、冷やしの昆布水、わさびもあって、わさびもあって、そうですよ、うん、夏の新定番にしたいぐらいのね。わびさびですね、これがやっぱり。日本人ですね。日本人だな。粋だね。粋、坊主。下町情緒だね。この坊主。ね、この、店そして店入ってきて、こちらもね、なんかお座敷の、ね、うん、風情ある。お座敷。お座敷ですよ。日本だね。粋だね。わびさびが来ちゃう。間違いないね。出会んでいい。そうですよね。しっかりね、美味しいラーメンを2杯、食べてきた、うん、するさんなんですけど。朝からな。朝から。さすがだよ、朝から2杯。ね、ちなみに、ね、うん、ちなみにこのボーボーでしょ、坊主。実習ね。ああ、そうか。なんとこの坊主が、次週じゃない、次回、うん、なんとこの坊主が、そうだね、どうなっているのか、お楽しみですね、ね、この坊主もしっかり見てください。